人の男が大いなる決意を持ってこの東京ドーム大会を迎えました。東京ドーム初のヘビー挑戦、パートナーは師匠の秋山純。橋誠にとって一世一代の大勝負の舞台を迎えました。デビューより7年4ヶ月、男28歳、橋誠、決意の GHC タック選手権です。今吠えました。頭には生々しい傷も残っています。タイトル公開調印式、チャンピオンは橋の挑戦は受けられないと対戦を拒否。屈辱的な扱いに橋は闘志を燃やしました。高校卒業し、一度はサラリーマンになったものの諦めきれなかったプロレスへの道、全日本の門を叩き、苦しい下積みに耐え、夢のデビューをつかみ取りました。一方、地道な橋をあっという間に抜いていった実績のある後輩、丸藤直美。このドーム、その後輩の持つヘビーのベルトに挑戦します。橋誠、決意のリングイン。誰よりも橋誠を見てきました。不甲斐ない試合の後には容赦なく鉄拳を加えてきました。いつもその厳しさで橋誠の成長を促してきた秋山純。今日はその出来の悪い可愛い弟子とのタイトル挑戦。橋が何をしてくれるのか楽しみですと秋山は話しました。2度目のドーム大会もチャレンジャーとして、最強のチャレンジャー、そして橋にとっては最大のパートナー、師匠秋山純入場。大歓声が秋山を迎えました。ファンの脳裏に浮かぶのは前回のドーム大会、小松健太とのあの決戦です。しかし今日の秋山の使命はただ一つ、橋誠を勝たせること。これが30試合目となる GHC タック選手権で10試合目を迎えました秋山。決意の一戦を迎えたこのゲスである橋誠の横で、秋山はどういうファイトを見せるか。今吠えました秋山純。秋山もまた並々ならぬ決意でマットに向かっていきます。これまでは全く違う戦いになるでしょう。今日は全てが橋次第ですと話しました秋山純。橋の成長をどう受け止めるか。秋山純リングイン。橋から遅れること5ヶ月、天才と呼ばれる男がプロレス界で産声を上げました。類まれなる運動神経で一躍ジュニアのトップに躍り出た、その男の名は丸藤直道。デビュー1年で橋誠から勝利を奪うと、先輩を尻目にジュニアの挑戦まで一気に駆け上がりました。とどまることを知らないその挑戦欲でついに手にしたヘビーのベルト。 GHC タッグ王者としてここ東京ドームの大舞台、先輩橋の挑戦を受けます。人ができない新しいことをしたい、そう話した天才児、25歳の丸藤直道、常にマットの先端を歩いてきました。今秋山が、そして橋が待つリンゴに、ドーム仕様の丸藤直道、 GHC のベルトを今見せた。腰に巻いたヘビーのベルト、紛れもないこれはヘビーの黒いベルトです。他団体の鈴木みのりと組み、イギリスに渡ってタイトル挑戦、誰もが成し得ない、常にマット界の先を走った丸藤。橋はその後陣を排してきました。いつもいつも後輩の丸藤直道がこの橋誠の視線の先にいました。ジュニアヘビー、ジュニアタック、橋のいずれの挑戦もこの丸藤直道は余裕すら見せてそのマットの上で受け止めてきました。その丸藤直道にヘビーの選手権として今日挑みます。橋誠、ジュニアとヘビーの垣根を飛びに飛び越えたこの丸藤直道、初防衛戦、先輩橋の挑戦、このマットの上でどんな運命が待っているのか。今ヘビーの壁を飛び越えて丸藤リングイン。橋の視線は丸藤から外れることはありません。そして東京ドーム、1年前初めてノアのマットにこの風が吹きました。鈴木みのるノア初参戦が2004年 7.10 東京ドーム、その時は IWGP タッグチャンピオンとしてこのグリーンのマットを踏みました。挑戦者ワイルド2を撃破、箱舟に新たなる戦いを持ち込んできた鈴木みのる。
あれから1年、なんと今度は GHC のタッグチャンピオンとしてノアドーム大会を踏みます。誰もが予想しえなかったノアと鈴木との戦い、これもまた運命なのか。勝因式では橋の挑戦を拒否しました。それは強いやつとやりたい、面白い相手とやりたい、全ては戦いへの渇望。さまざまなリングを渡り歩き、面白い相手と戦い、その中で己の欲求を満たしてきた鈴木みのるが、ノアという禁断の果実に手を伸ばしてちょうど1年、そこには伊沢光晴が、小橋健太が、秋山純が待っていました。そしてそこで出会った丸藤直道という新たな才能。初参戦から1年、わずか1年にしてノアのベルトを巻いてグリーンのマットに上がる数奇な運命。GHC 王者となった鈴木みのるは果たしてそんな戦いを見せるのか。勝因式ではこの橋の思いを一言で払いのけました。橋誠のベルトへの思い、丸藤への思い、そして己のレスラーとしての思い、それを一生に付した鈴木みのる。やれるもんならやってみろ、リングで見せてみろ、王者として全てを受け止めてやる。その胸のどんな思いが去来をするのか。わずか1年で GHC 王者、これもまた数奇な運命。鈴木みのるがリングイン。右手に GHC を握りました鈴木みのるです。 GHC195ポンド、丸藤直道。狙うは秋山、恐れ知らず丸藤直道。ミッション230ポンド、鈴木みのる。この人が GHC チャンピオンです、鈴木みのる。1年前東京ドームに初めて参戦した鈴木みのる、その1年でこのノアのマットの上は大きく様変わりしました。なんと鈴木みのるが GHC チャンピオン、パートナーはあの丸藤直道、そして挑んでいく丸藤の先輩橋誠、その師匠秋山純。デスティニー 2005-7.18 東京ドーム大会、4人の男たちのさまざまな運命がこのグリーンのマットの上でぶつかり、そしてさまざまな色を織りなします。行ってこいと秋山純、受けて立つと丸藤直道。今30回目のゴング、橋がいった、鈴木にもいった。まずは突っかけた橋誠、この一戦に全てをかけています。抱え上げて捉えてリバース DDT を丸打ち返して、膝先を先を読む顔面へ、あっと全シリーズ頭15針縫う怪我をした橋、しかしバックに回ってシャーマンこらえたロープキック、さらに一回丸藤かわしていってエプロンサイド、こらえてラリオット、強烈な一撃を見舞っていきました。そしてさあニュートラルボアに登っていく、飛ぶのか外に飛ぶのか、ビッグエッグのエンドスター飛んだ、ダイビングヘッドバット。解説の桃田さん、はい、この一戦に
の思いですね。いやすごいですね、怪我を何ともせずっていうかね、ものともせずっていうか、本当に結構大きい怪我をしてるんですけど、はい、このやっぱり選手権の挑戦にかける気持ちっていうのはものすごい強いですね。そうですね、はい、まず丸藤に突っかけてカバーに入ったのは橋です。ファーストカバー 7.10 京都大会傑作に頭をぶつけて15針縫っています橋誠。さあ師匠の秋山自ら手を伸ばしてタッチを交わしました。そして桃田さん、はい、その橋をこの舞台に引っ張り上げた秋山という、ね、そうですね、まあ、要するに秋山選手はやっぱりまあ先輩師匠としてね、丸藤選手なんかチャンピオン取ってんだのに、はい、お前先輩として恥ずかしくないのかっていう叱咤激励があったんじゃないかなという気はしますけどね。そういうことになりますね、さあそして秋山と鈴木みのるタイトルマッチをかけてはこれが初めてのコンタクト。指をたぐる。この2人には今年に入って1月神戸大会での因縁もありますが、ベルトをかけて対戦するのはもちろんこれが初めて。腕を探る、呼吸を探る両者、一気に詰めていく鈴木みのる。前回の東京ドーム大会、秋山はもうプロレスファンならば誰しもが記憶しているあの小橋健太との壮絶な GHC 選手権、そして鈴木みのるは IWGP ダッグチャンピオンとして高山義弘と組んでノア初参戦、ワイルド2の挑戦を退けました。桃田さん、はい、あれからおよそ1年なんですけれども、鈴木みのるが GHC を持ってノアに上がってきました。いやすごいですよね、それもまた、まあ、だけど鈴木選手っていうのはですね、決してヘビーとしては重い方ではなく、はい、まあ、逆に軽量な方なんですけれども、その何ですか、相手のなんていうかな、出鼻をくじくというかね、普通のレスリングスタイルでは全然ないので、相手を挑発したりとか、はい、それから相手をペースを全部かき乱してね、自分のペースに持っていく、本当になんていうんですかね、その精神的なその駆け引きのうまさっていうのは抜群ですよね。はい、ありますね、先ほども張り手を放って冷静な秋山の闘志に火をつけたか。さあ胴締めしてなんとか防ごうという鈴木みのる。秋山がお返しをしようというところ、ロープには走りません。ロープへのロープは堅くなに拒否した鈴木みのる。体を入れ替えて逆水平、お前こそ走れという鈴木みのる。そんなことは聞くかという秋山純。いや両者戦いを楽しんでますね。いやそうですね、なんですか、相手の意表をつくて、まあスタイルは違いますけどね、はい、秋山選手もそういうところはうまいですからね、でやっぱり技のキレというのに関してはやっぱり秋山選手、はい、抜群のものを持ってますんで、世界一性格が悪いレスラーと言われた鈴木みのる、だったらノアで一番性格が悪いのは秋山だろうと言った鈴木みのる。その両者が相対しました、まあ、鈴木みのると丸藤がイギリスに渡ってベルトを取ったのが6月18日です。スコーピオン、ダグ・ウィリアムスというのが第9代の GHC タッグチャンピオンでした、まあ、その2人がなかなか来日しないということもありまして、この鈴木みのる、丸藤直道自らイギリスに渡ってタイトルマッチ、それが6月18日、見事この丸藤が知らぬいでスコーピオンからベルトを奪って日本に帰ってきて、そして最初の挑戦者に秋山を指名しました。引かないよという秋山。鈴木みのると丸藤が、まあ、口を揃えて、だったら最初の挑戦者は秋山と挑戦をしましたが、ハイキック、その秋山はパートナーに橋を指名しました。さあ橋にこの大歓声です。ロープに振る、両手でチョップ、カバーに入る。先輩橋、鈴木みのるの動きを見ています。ただチャンピオンチームが一時はこの橋の挑戦を拒否したんですよね。そうですね、まあ、要するにその橋選手が実績を持ってないということでね、かなり要するに橋でいいのかというあれはあったんですけど、はい、やっぱり挑戦を表明してからの、はい、彼の要するに試合に関する、ね、頑張りで、ここまでやるならやってやろうじゃないかという感じがあるんじゃないですか ね、チャンピオンチームとすれば。 7.1 調印式での調印は拒否しました。強いやつとだけやりたいんだと話した鈴木みのる。あーとローリングスポット顔面へ、かかとが当たってますね。あーなるほど、重い一撃になりました。ただその次の日 7.2 のディファ有明大会、橋秋山が6人タッグでこのチャンピオンチームと対戦して、
まあ、ものすごいファイトを橋が見せました。結果そのリバのリング上で調印をしました鈴木みのると橋丸丸藤直道です。さあ一気にパワーボムで行こうというのか。鈴木みのるがここで腕を切る。これは厳しい。橋は厳しい。丸藤が一気に決めるか。ロープを取った取った。なんと場外に向かってパワーボム。なんと非常な鈴木みのる、笑いながら蹴り上げていきました。そしてパワーボム、あれ外の鉄の部分で後頭部打ってますよ、やってますね、そして今度は秋山を捉えてなんと花道に来ました。花道です。ノアの東京ドーム大会のこの白い花道にやり合う秋山と鈴木みのる、2人を相手に何とかしようという秋山がエクスプロイダーの体勢、それを崩した。逆にフロントチョーク、チョークスリーパーに入る。一度これで秋山は締め落とされたことがあります。 DDT、 いやチョークで締めながら DDT はかなり厳しいですね。いや厳しいですね、さあ秋山橋指定タッグは分断されました。意気揚々とリングに戻っていくチャンピオンチーム鈴木みのる丸藤直道、秋山は花道に大の字、橋はまだこの場外です。リング上アピールするチャンピオン、6万人近い大観衆ですが、あーブーイングも混じっています。まだ鈴木みのるを受け入れるわけにいかないというノアのファン。あっと今橋が頭を巻いているテーピングを取りましたね、いやだけどさっきの橋選手のダメージは心配ですね。そうですね、橋は今この画面でも分かりますが15針縫っています頭頂部、まだ抜歯ができてない状況ですので、ね、糸がまだ残っています。頭の頂点の近くです。カウント15、抜歯前まだその傷生々しい橋のこと、ここは自力で戻らなければいけない。なんとか戻った。カウント18、丸内カバーに入る。カウント2で返しました。もう一度行く、あーミノルも入ったが、これは認められません。秋山はまだ花道、ここはもう弟子である橋が一人で頑張らなければいけませんね。いや踏ん張りどころですよね、ただ本当にね橋君ダメージには強いんで、打たれ強いって言いますかね、はい、それがまた彼の持ち味でもありますんで、自ら秋山にパートナーにしてくださいと名乗りを上げました。一度はチャンピオンに拒否をされましたがリファの頑張りが認められて今日この晴れの舞台を迎えました橋誠。デビューは98年、3月25日でした。あーさらにそのテーピングを外しに行く鈴木みのる、なんと非常な男だ。血も涙もないのか鈴木みのる。そしてキャメルクラッチで上半身を捉えていきます。そして橋のデビューからおよそ5ヶ月後丸藤直道がデビュー。全日本プロレスでのこの両者のあだ名は、あー丸藤が行く画面へ。ジュニアの彗星と言われた丸藤直道、一方この橋誠は突撃コングというあだ名をつけられました。一歩一歩地道にとにかく下積みを行っていった橋誠に対して、高校時代アマレスでインターハイ出場、華々しい戦歴と類いまれなる運動神経で一躍ジュニアのトップまで駆け上がりました丸藤直道。常にその丸藤の後陣を拝して何度何度挑んでも勝てなかった橋が今日この晴れの舞台で初のヘビー挑戦。ヘビーの鈴木みのると張り手の打ち合い、このあたり鈴木みのるに余裕がありますね。そうですね、鈴木選手の場合には張り手というよりも上手という感じですよね、はい、ただ今今日一番の大歓声橋誠に向けられています。この歓声に何を感じる、何を思う橋誠。試合時間は10分を経過しました。膝蹴りをかち上げた、これは苦しい。ただどんな苦しみも気力で乗り越えてきました橋誠です。実は今年の5月お父さんを亡くしました橋誠、5月のシリーズ中父の秀夫さんが死去、しかしその悲しみを表に出すことなくこの橋誠は戦い続けました。あの精神力の強さを見て橋ならばいけると思ったと秋山は話しています。さあまた両者が捉えてこの非常な攻撃です。桃田さん、はい、その悲しみに本来触れるべき時橋は頑張ったんですよね。
いやそこら辺のね、彼のやっぱり精神力の強さっていうのはね、本当に素晴らしいものがあるんで、はい、それをやっぱり試合で出すしかないかなという気がしますよね。そういった頑張りを誰よりそばで見ていた秋山は気づいていました。そしてこの東京ドームの舞台、パートナーに橋を抜擢、まして相手が後輩で同じジュニアの丸藤ならば何とかしてくれるではないかと、秋山はこの橋を選んだ理由を話しました。埼玉栄高校レスリング部出身でインターハイに出場している丸藤直道、そのプロレス人生はエリート街道まっしぐらでした。ジュニアの天才、ジュニアの彗星と言われた丸藤直道、一方その丸藤より5ヶ月早くデビューをしていた橋誠、この丸藤直道のデビュー初勝利は先輩である橋誠から、デビュー1周年の99年8月28日福知山大会で橋から奪いました。桃田さん、はい、後輩の初勝利を献上するというのはこれは屈辱ですよね。いやいや、それは本当にもう屈辱以外の何もないですよね。まあ、だけどそれがやっぱり現在のですね、橋選手のそのなんていうんですか、原動力になってるというかね、それがやっぱり悔しくてより頑張らなければという気持ちになって今挑戦してる状況なんじゃないですかね。やっぱりここも果敢に鈴木みのるにも立ち向かっていきます。橋も話していました、いや丸藤があいつがいたからこそ俺はここまでハングリーに来られたんですと試合前話していた橋誠。この丸藤と橋、2度タイトルマッチで対戦しました。2002年有明コロシアム GHC をかけた戦いは、丸藤が膝の負傷もあって戦闘不能になってレフリーストップ、橋誠に勝利の外貨が上がったんですが、しかしこんな形であいつに勝っても何にも嬉しくないと目に涙をためてベルトを置いて、橋誠はそのベルトを返上しました。いやだけどあそこら辺はやっぱり橋選手男らしいですよね、はい、まあ、本当に相手のアクシデントでもうチャンピオンになってもね、意味がないわけですからね、はい、そして2004年の3月には、ああまた鈴木みどるとの張り手合戦、足に来ているのは橋です。金丸と組んで丸藤健太に挑戦しましたが、健太からこの橋が取られました。ああグーパンチ、激しいグーパンチが入った、橋を捉えます。金丸さんと組んだのに負けてしまった、これほど恥ずかしいことはありませんとその時を振り返った橋誠。そして今日は秋山と組んでのタイトルマッチです。もうこれ以上あの人を裏切れませんと試合前話しました橋誠。心配そうに橋を見つめている、秋山の視線で技を受けています橋です。98年にデビューをして、実は橋はこの秋山という選手が好きでなんとなくずっとそばにいたと、はい、そうしたら会社の方からじゃあだったらお前付き人やれと、はい、まあ、橋のおーとトリッキーな技を見せました。橋の情熱から生まれたこの師弟関係なんですよね。そうですね、ただその秋山は予想以上に厳しい師匠でした。桃田さんも試合後見ていると思いますが、納得しない試合の後は容赦なく鉄拳制裁だそうですね。そうですね、何度となく秋山の拳を受けてきました橋。さあここでムササビ式ボディープレスにいった丸内直道、この辺りこの運動能力デビュー直後から見せてきた丸内直道、一方橋誠はこのやられてもやりでも返していく根性、これ以外何も持ち合わせていませんでした。レンバスターに入る、高校時代は柔道をしてそしてプロレスに憧れていました。さあブレンバスターの打ち合い、両者の意地、実績の丸藤か5ヶ月先にデビューした橋の意地か、意地が持ち上げた、ブレンバスター大歓声、惜しみない拍手、そして指定タッグ、秋山が手を伸ばす、秋山が手を伸ばす、なんとかタッチをしたい橋、それを止めた丸藤です。試合時間は15分を経過した、ヘッドバット、怪我をしている頭で容赦なく、そして秋山が入ってきました。橋との思いがつながった、チャンピオンチームの連携、鈴木を蹴散らしたショルダースロー、と誤爆を招いた秋山、クールに試合を見てますね。いやーすごいですね。さあそして中に、これは丸藤がこらえました、トラスキックかわした、試合を存分に見ていました、これは丸藤が着地、膝にいった、そして顔面を狙った、きっちり捉えていきました。そして鈴木みのるへ、再びヘビーの2人、叩き火を上げてドロップキック、秋山ジャンピングに
後に入りました。ポイヨと鈴木ミノル、さあ両者の意地、足を止めた、全く動かない、地に足がついた、足は完全に凍りました。意地と意地の張り手合戦、どうやら制した秋山。エクスプロイダーはこらえた鈴木ミノル。鈴木ミノルは挑戦者として真っ先に秋山を指名しました。あいつはしつこい、あいつは面白い、あいつとならこの上ない試合がリングでできる。今それを感じているのか、はたまた感じているのは頬の痛みだけか。いずれにしても両者の手が止まることはありません。さあ蓮真琴だ、蓮真琴だ、モンゴリアンチョップ逆水平、ボディブローっていく、重い蹴りが見舞っていくヘビーの蹴り、鈴木ミノル。ただ桃田さん、はい、もうこういったヘビーに混じっても一歩も引かないのが蓮真琴さんですよね。そうですね、やられてもやられても起き上がっていきます。技が来たら避ける俊敏性を持っていた丸藤、受け止めることしかできなかった蓮真、そして捉えた返し技、ゴリラーマン、ゴリラーマンスープレックスに鈴木ミノルを持ち上げるか。6万人が後押しする、腕を捉えた、逆に返して、まんじ固めにいくか、まんじりいった、まんじりいった、そんな技は食らいませんよと鈴木みのる。やはりまだ鈴木みのるは冷静さを失ってませんね。いやー、あそこらの返しはうまいですよね。今観客が発表になりました、桃田さん、はい、6万2000人です。いやー素晴らしいお客さんの数ですね。外野席までも解放されました。6万2000の瞳がこの蓮真琴の一世一代の大勝負を見つめています。初のヘビーの一戦、初の GH ヘビー、初めて秋山さんと組んでのタイトルマッチ、そして何としても再び倒さなければいけない後輩丸藤との一戦、厳しい万事、秋山がカットに入りました。指定タッグ秋山橋組対する第10代 GHC タッグチャンピオン鈴木丸藤組、おっと、なんと円陣へ蹴り、いやー珍しいですね、これまでにない快勝を見せましたね、はい、さあそして秋山、対するは丸藤、ドロップキックはこらえた秋山、ロープに振っていく。今日は秋山からスリーカウントを取りたいと貪欲なまでの思いを口にした丸藤、高いショルダースルー、松井秀喜のホームラン並みです。さあ抱え上げてパワーボム、そしてかっちり肩をつけた、どうだ、カウント2、足が鈴木をカットする、フロントネックロック、フロントネックロック、さあ新チャンピオン誕生か、新チャンピオン誕生か、秋山ががっちりと捉えた、場外では蓮真がなんとか鈴木を捉えたいところ、丸渦の動きが止まりました、秋山が丸渦を捉えた、ステータックの思い、鈴木みのるが葛藤しました、蓮真は止めきれません。ただ秋山は蓮真が鈴木を止めてくれていると信頼してフロントネックロック、さあ場外でエプロンで蓮真がリバース DDT を段差をつけて打っていく、リバース DDT 強烈。一方リングの中では丸藤が秋山を捉えてなだれ式フランケンスタイナーかわした。しかし迎撃は秋山です、丸藤です。太田さん、はい、ジュニアの2人が、そして知らぬいに行く、こらえた、これをかわしてロープの勢いを使ってラリアットをこらえて丸め込んでいった、秋山もこらえて、あー膝ー低空膝ーエクスプロイダー、さあお前が行けという秋山、秋山は話していました、今日は橋にスリーカウントを取らせたいんです、その思いを込めてヘッドバット、この技にこだわりたいと話していた、カバーに入りました。しかし桃田さん、何でしょう今タッチが、いやコーナーが違うんですよ。あ、なるほど、違うコーナーでタッチの、先ほどニュートラルコーナーでタッチを交わしましたが、この辺りはちょっと秋山蓮も試合が進むにつれてエキサイトしています。改めてタッチが成立です。もう一度青コーナーからこだわりを持ったというこのダイビゲットバット、さあ丸渦を仕留めることができるか、カウント2つ。桃田さん、今日は秋山がお膳立てを整えて端から取らせてあげたいということを言ってるんですよね。いやいや、当然まあそういう気持ちはあるでしょうね、
フライングニール決まった。バックに回ってゴーリーサンダー、秋山のブルーサンダーを継承した。カットに入った。あ、頭への蹴りは厳しい。15針縫いました。しかしそんなこともお構いなし。そして天国のお父さんの見つめる中でその思いは届くのか。ゴリラーマンバスター、カウントドラー2で返した。カウント2つ。6万2000人がどよめいた。さあ秋山が鈴木を止めている。決めるのは今だ。5ヶ月間のその先輩のキャリアを一気に超えられた悔しさ。この7年間常にこの丸藤の背中を見てきました。悔しい悔しい失点か。その思いを晴らすのは今。あっと丸藤は着地した。これがジュニアの天才と呼ばれるゆえん。ラリアット備えてくるっと回って2人は離れたが、あっと蹴りを打っていきました。この辺りが天才と呼ばれるゆえんです。さあ白縫いに行く。白縫い15針縫った脳天符を真っ逆さま。橋誠が落とされました。桃田さん、はい、パスはここですね。いやー踏ん張りどころですけど、今、目が完全にうつろになってましたんで、ね、そうでしたね、茨の道を歩んできました。高校卒業後一度は建設会社に就職、サラリーマンとして勤めましたが、しかしレスラーの夢は諦めませんでした橋誠。一方インターハイ出場のキャリアを持ってエリート街道を突き進んできました後輩の橋誠。先にデビューをしました。しかし1年後に簡単にこの丸藤にシングル初勝利を許しました。その思いを込めたヘビーでの両者のぶつかり合い、丸藤が決めていく。チャンピオンが決めに行く。なだれ式の白縫い、それをこらえようという橋に助田千葉秋山、師匠の秋山が間に合った。バックドロップで落とした。そしてそこに止めという秋山、ヘッドバットカバーに入った。2つカウント2つ。パートナー鈴木が間に合いました。これはタッグ選手権です。丸藤鈴木対橋秋山。しかし橋の目には丸藤しか映っていないのかもしれません。ジュニアの天才、ジュニアの彗星、もてはやされた後輩、その後ろを見てきた橋誠。4人が入り乱れます。キックを打つ秋山、トラスキックは丸藤、そして秋山に、あ、鈴木ミドルを使った。なんというアイディアだ。才能あふれる丸藤直道。さあそして橋と張り手を打った、捕らえた丸藤。橋が1人になりました。リング上は1人、1人でチャンピオンに向かっていく気持ちで向かっていく橋。大歓声橋を後押ししますが、膝蹴りと距離を取ってトラスキック。2人で第10代 GHC タッグチャンピオンが連携。そしてゴッチ式、非常なるミノルはリングの真ん中でゴッチ式パイルドライバー。丸藤が飛ぶ顔面へ。さあ橋がこの連携耐えられるか。カウント秋山がカットに入りました。ただ流れはチャンピオンチームですね。いやそうですね。あ、出血してますよこれ。あ、開いた15針縫ったその傷口が開きました。京都大会は大流血でした。しかしそれでも戦いをやめなかった。試合をきっちり終えた後、直後に倒れて病院に運ばれた橋誠。頭からは大流血。その橋を捉えていったチャンピオンチーム。さあコーナーの上で、赤コーナーの上で、なだれ式の白縫い観光丸藤、破れた傷口を叩きつけていきました。チャンピオンチーム防衛、第10代 GHC タッグチャンピオン初防衛に成功しました。流血しながら挑んだチャレンジャー橋誠、その思いは東京ドームに散りました。しかし流血しながらも戦いをやめなかった橋誠、その思いは師匠の秋山、そして天国のお父さん秀夫さんに届いたでしょうか。チャンピオンチームが防衛です。橋誠東京ドームに散りました。桃田さん、はい、橋は最後までよく戦ったんですけどね。いや素晴らしい戦いしましたよね、本当にあの橋選手の持ち味を十分生かしたね。要するに相手の攻撃に耐えて、はい、なおかつ攻撃していくというね、素晴らしい戦いでした。
あ、橋の目、血の涙が流れているようなそんな表情です。全てをぶつけました。初のヘビータイトルマッチ、初の秋山と組んでのタイトルマッチ、そして是が非でも超えたい丸藤との対戦。しかしその思いは届かず、その丸藤から悔しい思いをしました橋。チャンピオンチームが初防衛に成功です。桃田さん、はい、第10代チャンピオン、初めて国内で防衛制だったんですが、いや、 やはりこの両者どうですか。いや本当にあの悪い言い方ですけど、くせ者ですよね。くせ者、まともな戦い方はちょっとできないかなという感じで、はい、相手の意表をついたりとか、やっぱり変則的な攻撃が2人とも多いですよね。はい、橋誠が全ての思いを込めて挑戦をしました。そして序盤余裕も見せましたが、後半その余裕はチャンピオンチームにもなかったですよね。なかったですね。これがウィーニングモーメント、雪崩式での不知火が傷口を開いた橋の脳天をマットに突き刺していきました。うわ、完全に傷口が開いちゃってますね。 また開いてしまいましたね。15針縫って、そして抜歯もしないまま迎えたタイトルマッチです。秋山君と橋君、一生懸命頑張ってくれてありがとう。おかげで楽しかったです。鈴木みのるのマイクパフォーマンス、場内からは大ブーイングです。もっと強いやつ呼んでこい、そうしたら相手にしやる。強くて、そしてこのくせ者というチャンピオン、ノアの大ブーイングを浴びて気持ちよさそうなチャンピオンです。そして涙ですね、桃田さん。いや、そうですね、血の涙に暮れています。橋誠の思い、ここ東京ドームでは届きませんでした。5ヶ月後から来た天才児、その丸藤に抜かれました。悔しい思いを晴らそう、そして亡くなったお父さんにベルトを供養として手向けよう、そんな思いで向かったここ GHC ヘビーの東京ドーム大会。師匠の秋山さんをこれ以上裏切れない、そういった悲壮な思いを口にした橋誠のヘビー初挑戦。ここ東京ドームに夢と散りました。しかし6万2000人の大観衆は覚えています。橋誠というレスラーが素晴らしい戦いを刻んだことを。ああ、秋山もねぎらいの言葉をかけました。敗れはしましたが、しかし大観衆にその胸の記憶にこの姿はとどめられました。敗れ去った橋誠、その戦いもまた見事。GHC 卓選手権は鈴木みのる、丸藤直道、第10代王座が初防衛に成功です。